ネゴロジ。ネゴロジ、ネゴロ寺、ネゴロジは、和歌山県岩出市にある、新義新言修奏本山の寺院。三号を一条山と称し、詳しくは一条山大伝望院ネゴロ寺とこうする。本尊は、大日如来、海山は、里芝、公共大師である。平安時代後期の高野山の僧で、空海以来の学僧と言われた里芝が、大治5年。 1130年に、高野山内に一堂を建て、伝望院と称したことに始まる。賭場上皇は、佐藤市に帰えし、荘園を寄進するなど手厚く保護した。2年後の長生元年、1132年、佐藤市は、賭場上皇の院前を得て、高野山に、大伝法院と密合院を建立した。さらに2年後の長生3年、1134年、佐藤市は、 今後、ポージザスに就任し、高野山全体を統括する強大な勢力を持つに、至る。里志湾は当時堕落していた高野山の信仰を、立て直し、州祖、空海の協議を復興しようと努めたが、高野山内の首都はこれに反発し、里志湾一門と反対派は対立し合うようになった。法園六年、1140年には、里志湾の重防を、 三つ子院を含む里芝院一門の寺院が、高野山内の反対勢力により、焼き討ちされるという事件が発生。霧もみの乱。里芝院一門は、高野山を降りて、大殿法院の荘園の一つである、広田省内にあった、武福寺に拠点を移した。さらに新たに延明寺を建て伝法会道場とする。豊福寺、園明寺を中心として院根が建てられ。 人山総称としての根頃寺が形成される。里芝は三年後の工事二年、1143年、延明寺で没する。それから一世紀以上後の昭和元年、1288年、大殿法院の学頭であった、来湯は大殿法院の寺席を根頃に移し、この頃から大殿法院の本拠地は、高野山から根頃、現在地に移った。 室町時代末期の最盛期には、某社四450、一節には2700ともを数え、一大宗教都市を形成し、事七72万国を数え、根頃宗と呼ばれる宗州、宗兵一万余の一大軍事集団を要した。また、根頃寺宗によって、種ヶ島から伝来したばかりの雛な十11丁が、持ち帰られ、宗州による鉄砲隊が作られた。織田信長とは、 石山合戦に協力するなど、友好関係を築いたが、信長没後、橋場秀吉と、徳川家康、織田信夫の戦いにおいて徳川方に通じる巣の、岸和田城を襲った他南摂津への侵攻を図った、ことで秀吉の再風め、奇襲征伐を招くこととなった。生産地となった近在の最下層の鉄砲隊ともに、秀吉方に抵抗するが各地で敗れ、天正13年、 1585年、秀吉軍は、寝頃寺に到達。大師道、王党など数棟を残して、寺は焼け落ちた。寝頃寺における戦いでは、寺州はほとんど抵抗を行わなかったため焼き打ちの必要性は薄く、炎上の原因は、秀吉による焼き打ち、寺州による地焼き、兵士による放火など多説あるが、定かではない。焼け残った。 大伝報道は秀吉が信長の病所として、京都の船岡山に混流する予定であった。天正寺の本堂にするために解体して持ち去っていった。しかし、天正寺は混流されず、部材は大阪の中津川沿いに持ってきたまま放置された。現在の大阪市この花区伝房である。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いで、徳川方が勝利した翌年、家康は、 東山の宝国神社の付属寺院の土地建物を、根頃寺の層で焼き打ちされた、達中地社院の住職であった玄介に与え、地社院は東山の地に再興した。慶長20年、1615年の大阪の陣で、豊臣家が滅びた後、家康によって秀吉が鶴松を弔うために、混流した昭雲寺が根頃寺に寄進されるが、 そのまま地職員が譲り受けて、寺地を拡大させた。江戸時代には、紀州徳川家の日後の元主要なら乱も復興され、また、東山天皇より、里芝ん商人に、公共大使の大志望が可視された。昭和51年、1976年から、地域周辺の発掘調査が行われて、王子の根頃寺の規模が400万。 平方メートル余りと壮大であったことが学術的にも裏付けられた。また、発掘によって陶磁器、漆器、仏具、武器などのおびただしい遺品が出土した。それら遺品は敷地内に建てられた岩出市立民族資料館で保管、展示されている。2007年現在、猫路寺境内は近世以前の歓声な佇まいが残されているが、近辺は先の 民族資料館や岩出市立図書館が建設されるなど、文教地域化政策が岩出市によって進められている。さらに、境内全面には、大型道路、広域農道が通り、後輩の山が採石場になるなど周辺環境の乱開発が続けられていること、また、境内外れの市立図書館近くにラブホテルが存在することなど、根ゴ文化の保護、 継承をめぐる課題は山積している。なお、地域管外要素一であった大門池に私立図書館が建設されたことをめぐっては、先の課題による文教政策の見通しの是非をめぐって賛否が枯れている。また毎年公共大使、里版の誕生日である6月17日の午前中には、40名、近くの僧侶が式典を取り行う。応答エリア公明堂のエリア、 JR 西日本和歌山線岩出駅から、所要15分南海本線樽井駅、JR 西日本半和線泉砂川駅から、応答エリア、高明堂のエリアは有料、大人500円多、大門エリア、不動堂エリアは無料。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。